皆さん、こんにちは。夏です。えっ、ー、と、ちょっとね、これから簡単に作れる髪飾りシリーズを展開していきたいと思います。えー、まず最初に、丸つまみだけできれば大丈夫なかん,かんざしというか髪飾りを作っていきたいと思います。このシリーズはね、えっ、ー、と、リボンの台とか、お花とか、いろんなものの うん、組み合わせがすごくたくさんあって、それぞれ作り方のコツとかもあるので、ちょっとね、楽しいシリーズになると思うんですけれど、内容がね、なかなかちょっと煩雑になりすぎて難しいかもしれないんです。えっ、ー、と、聞くのは大変かもしれない。でも作るのはちょっと簡単な感じでやっていきたいと思うんですよね。 で、えっ、ー、と、本当にね、初心者の方でも大丈夫。作れるように頑張って一緒にやっていきたいと思っています。えー、ね、縫い物が苦手だったり、つまみ細工初めてだったり、思うようにうまくやったことがないよっていう方も頑張って一緒に綺麗なものを作っていきたいと思います。で、うん、いろんな工夫をね、中に入れていきたいと思います。ここだけのオリジナルなものがたくさん出てきますので、えー、そうですね。 みたいなって思う方、ぜひチャンネル登録をしてください。<laughs> えっとねうんと、頭の中にいろんな構想があるんですけれど、私の構想と皆さんが望んでいるものが必ずしも一致するとは限らないんですね。だから私がこういうものを作りたいなって思っているのをただ待っているだけじゃなくて、 あのこういうものが作りたいんですとか、こういうことが知りたいんですっていうことがあったら、どんどんコメント欄に書いてください。えっ、ー、と、それを表示されるのが嫌だっていう方は、表示しないで、公表しないでって書いてくれれば、私が見て、そのままにしておきますので、表示されることはないです。すべてコメントはね、承認性になってますので、私にだけ届けるメッセージであれば、 うんと公開しないでって書いていただければ公開はしないです。なのでうん、リクエストとかあれば、どんどんそういう方法でも私に伝わるようにコメントいただければ、どんどん展開していきたいと思います。で、えっ、ー、と、まず最初に、今日は、今日はって <laughs>、今もうビデオを撮ったんですけど、これを作ります。つまみ細工可愛い,いでしょ丸つまみあれば作れるかんざしです。これを作っていきたいと。 思っています、えー、と今撮ったばっかりなのでこれから編集していきますから編集上がり次第、えー、皆さんにご案内できると思いますのでよかったらチャンネル登録をしてお待ちください。これねすごいんですよすごい秘密が隠れてる髪飾りなのでよかったら是非楽しみにしてみてね。はい連絡はそれだけなんですけど実はねすっごいことがあったんですよ。<laughs> <laughs> この連絡よりも先にすごいことがあったっていうことを伝えたくって、本当は今日はそれがメインなんですけど、実はですね、つまみチャンネルを見てくださった方が、なんと、YouTube にそれを投稿してくださったんですね。もうなんか見つけたときすっごい嬉しくて。<laughs> テンション爆上がりしすぎてね、もうなんかすごかったんですけど、えっ、ー、とね、丁寧な和暮らしさんっていうチャンネルなんですけれども、ここでつまみチャンネルで作ったものを作ってくださって、それを紹介してくださっているんですよね。 ええとね、私では伝えきれなかったこともたくさん伝えていらっしゃると思いますので、どちらも参考にしていただければ嬉しいなと思います。よかったらぜひ見てみてくださいね。丁寧な和暮らしさんも、つまみチャンネルも、どうぞ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。 では、えっ、ー、と、これから私もシリーズ頑張っていきますので、皆さんも一緒に作っていきたいと、作っていってくださいね。よろしくお願いします。で、こんなの作ったよ、あんなの作ったよっていうのがあったら、ぜひ私も見たいなと思ってますので、ぜひぜひ私にも教えてください。Twitter とか Instagram とか、あと YouTube のチャンネルのコメントでもいいです。何でもいいです。なんか言ってくれれば私も見に行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。頑張りますので、ぜひみんな来年は、 うん誰が見ても、私が作ったかんざしが、私が作った髪飾りが一番可愛い,いを目指しますからね、えー。皆さんも一緒に作ってみましょう。では、なんか同じことばっかり言ってる、なんかでごめんね。<laughs> じゃあこれから頑張って編集しますので、皆さんはチャンネル登録をよろしくお願いします。